ローウォーズファンの皆様、おはようございます。ここ数日間ほど、動画投稿をお休みしていたのには、理由があります。カーク信者は、ヒーローウォーズが大好きで、ヒーローウォーズ関連の動画を作るのも、大好きです。しかし、仕事をしながら、空き時間で動画を作ろうと思うと、どうしても時間が足りないのです。そこで、今現在の仕事を6月末で退職して、7月からは、動画制作だけで生計を立てよう、ということを考えています。まあ、仕事を辞めるのは、ただ単に、働くのが嫌いなだけなんですけどね。そのようなことをいろいろと悩んでいたら、動画制作に充てる時間が足りなくなってしまい、動画投稿を、お休みしていた次第です。大好きなことは、趣味レベルにとどめて、仕事と趣味を分けた方がいい、と一般的に言われていますが、ちょっと頭のネジが緩んでいるカーク信者の場合は、趣味を仕事にしようと、決断したのでした。あはは。ゴリゴリと課金して、ヒーローウォーズのゴールドリーグで活躍している人のことを、ガチ勢、と言いますが、カーク信者の場合は、ヒーローウォーズを仕事にしようとしているので、マジモンのガチ勢ということです。表現を変えて言い換えるなら、マジモンの、アホってことです。まあ、それくらい、ヒーローウォーズが大好きだってことです。しかしながら、懸念事項として、日本語版のヒーローウォーズ動画だけでは、どう考えても、生活を維持していくだけの収入を見込めないので、英語版の動画チャンネルも必死になって、軌道に乗せる必要があります。ここ数ヶ月間ほど、英語版の動画制作も頑張ろうと考えていましたが、時間が足りないということもあり、ほとんど手つかずの状態で放置していました。おそらく、英語版のチャンネルも、死ぬ気になって頑張れば、なんとかなるのではないか?と楽観視しています。さて、こんな個人的な話はどうでもいいので、本日の話題に入りたいと思います。本日の話題は、当面の、この動画チャンネルの目標設定についてです。今現在、この動画チャンネルの総再生回数は、38万8173回となっています。ご存知の方もおられるかもしれませんが、ヒーローウォーズの運営会社は、ヒーローウォーズの動画を投稿するクリエイターを応援してくれています。そして、動画チャンネルの総再生回数が100万回に到達すると、レジェンドという称号を動画チャンネルの運営者に授けてくれるシステムがあります。この、レジェンドの称号を授与されたヒーローウォーズの動画チャンネルは、ギフトパッケージという動画視聴者に対して、プレゼント可能なアイテムがもらえるようになるのです。ヒーローウォーズの公式生放送で、視聴者へ、アイテムのプレゼントを行っていますが、カーク信者のこの動画チャンネルでも、それを実施できるようになるので、当面は、それを目標に頑張りたいと考えています。今現在のペースだと、12ヶ月間で、この動画チャンネルもレジェンドの称号を受け取ることになりそうで、視聴者様が増え続ければ、それよりも早く、視聴者プレゼントが可能になると思います。そのようなわけでして、カーク信者は頑張りますので、今後も、この動画チャンネルを、どうぞ、よろしくお願いいたします。さて、動画終了のお時間になりましたので、今回はここまでになります。では、最後になりますが、視聴者プレゼントを、この動画チャンネルで受け取りたいと思う人は、チャンネル登録を、ぜひ、よろしくお願いいたします。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。